2007年スケートカナダは2007年にカナダで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。2007年スケートカナダは2007の2008年シーズンのスケートカナダで国際スケート連盟主催2007-2008年シーズン ISU グランプリシリーズの第2戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2007年11月1日から11月4日に かけて、カナダ・ケベックのペプシコロシアムで行われた。2007-2008ISU グランプリシリーズ全6大会、男女シングル各12名、ペア各8組、アイスダンス各10組の出場選手は、1選手最大2大会まで、2007年世界、フィギュアスケート選手権の成績、2006から2007年、 シーズンベストスコアランキング2006から2007年シーズン終了時の ISU フィギュアスケート世界ランキング及び過去の世界選手権の成績に基づき選手個人に対し招待がなされた。今大会開催国の統括団体であるカナダスケート協会に対しては今大会の各種目定員のうち最大3人の出場枠が用意された。 競技会場のペプシコロシアムのリンクは縦61メートル横26メートルである。標準的なフィギュアスケートリンクサイズの縦60メートル横30メートルとは異なる。入賞者には下記賞金が授与された。入賞者には競技後のエキシビション出場が義務付けられ、不出場の場合は賞金から3000メートルを差し引かれるとされた。 入賞者以外のエキシビション出場者にはベッドシングルで200ベイドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル、支払われるとされた。ありがとうございます。